ないんよね。バババッザーッていけ。でピカノイの後からみんな言うて、わしら首をかしげたよね。近くの村はバババババッいうショートのね、あの音と、ほんであられ言うたらザーッと来た音ですね。ほんでまた2回目ふわーっとまた2回この逆風をやられたと。それしか耳ないです。当時16歳だった半谷さんは学徒動員先の作業場で被爆しました。あの日の広島の光景は半谷さんの記憶に深く刻まれています。当時のことを思い、平和な世の中になってほしいと願っています。8月6日は、朝行ってきますと言うて行ったところは警戒警報でございまして、駅から来る客はどん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 増え、エヴァ行きの電車は停止という状態でございました。そしてさあ5分か10分ぐらい経って警戒警報解除になりまして、さあ出るというからみんながうわーっとその電車へ飛び乗りまして、私は次で行こうかしらを言うて友達寄ったら、一人先に乗った友達が、お前は成績ええのにこれはダメじゃないか、お前サボっちゃダメだよ言うてね、お前これ乗りゃいいで引っ張ってもらいましてね、ようやくもうぶら下がるようにして乗って、8時頃、いやだいたい30分くらいかかるかな電車が、だから駅を7時20分頃出たように思いますね。ほいでノンストップでエヴァの終点まで行きまして、それから飛び降りて駆け足で交番へ8時までに参りました。ほいで8時に作業服を着替えて、ほいでいやおはようおいで挨拶してたら、高等師範の指導する人が、さあ今日の仕事の説明するかい、ちょっとこっち来いって言った時に、北の方を工場から見ましたら、まるで電車のポールがショートしたように、広島市全体がバババババーっと青白い光が輝きましてね、一瞬何だろうってみんな指さして工場の外へみんな飛び出たわけですよ。私もついていきました。そうしてずっと見よったら、ゴミのようなのがこう舞い上がるし、マッチの軸のようなものが空高く上がったようなのが近くへどんどん寄ってくるんですよね。でみんなあれなんだろうかな言うた瞬間にザーッと来まして、それがなんと50度以下だったんかな、熱風が顔を襲いまして、一瞬真っ暗になり、私は2行と思うんと両方で2メートルぐらい吹っ飛ばされました。だから風速、おそらくどの瞬間風速のような30以上あったんでしょうね。温度が50度以下ぐらいで、50度以上だったら火傷してますよね。しかし私に幸い北が皿山と言うて、エヴァの速攻所があったもんですから、で、多少、温度が下がっとったんでしょうね。ちょっと息苦しい状態で吹っ飛びました。そして真っ暗闇になって、ちょっと顔から血が出てましたけどね。高等師範の生徒が、大丈夫かみんな言うて、はい、元気です言うてね。みんな床を這うようにして、その人の周りへ寄ってきた。ほんでだんだんとこう、それまで真っ暗闇です。もう交番の中のゴミが全部舞い上がってるわけね。ほんでそれがちょっとしらみかけた頃、今度は海の方からまたブワッと爆風がやってきまして、またやられた言うてみんなね、土地へひれ伏して、そうしたところが後から聞いたら、それは逆風ということで、吹き戻しとか言うてね、専門語で言うんじゃそうです。
それでやられびっくりして、みんな元気なか、いや、今度は二度あること三度あるけ、またやられたわしらの命はないと、って、みんなが言うてね、私もほんま腰が震えました。そして、先輩の言う、後へ、学生はみんな、海岸にあの、平成からタコツボいて、海岸の砂浜へ二人ぐらい入れる防空壕を作っとったんです。そこへね、誘導してくれまして、ほいでそこへおりました。ほいで、そこで、そうですね、1時間ぐらい後にパッと上を見ると、もう真上が真夏の太陽ギラギラ。そして北の方を見ると、あの、原始雲ですね。もう、キノコ雲が、こうなっとるのが、そこがない、上滝が、右回転で、私らへ迫ってくるんですね、だと。200メートルぐらいありましたかね。もう、怖いな、これは。で、よくよく見ると、中に、広島市のゴミが、全部吸い上げられて、新聞紙やら、木の切れっ端やら、その雲の中入ってるわけです。それが回転してるんですね。そして目をずっと左の方へやりますと、ピカピカクロクロドーンって雷鳴があって、稲光が4箇所か5箇所ぐらいいっぺんにあるわけですよ。へえ、すごいなこれね。真上はもうギラギラの太陽、真っ青な、抜けるような空。ほんで、目の前は、雲が、そうですね、右回転だったか、左回転だったか、記憶ないですが、とにかく回転しながら迫ってくる。西の声の方は、雷鳴、とかーん、落雷の音。まあ、生きた気持ちはしませんでしたね。しかし、まあ、こういう光景がこの世にあるんじゃろうか、思って。さすが自然現象の、あの、どう言いましょうか、驚嘆しましたね。そして、今、広島は炎上中ですよ。下はもちろん、雲の下は煙。で、火までは見ませんでした。私のところではね、煙ばっかしでした。そして、あの、広島に家のある人は、あの、帰ってもいいというのが、晩方の5時頃、あの、5人ぐらいおりました。そして友達と一緒に、お茶、リオカ言うて、エヴァから、ずっと、エヴァ船を、船入りの仲間のまで歩いていきました。住吉橋、いうとこへ差し掛かりました。そうしたら橋の上、もう丸田んぼのような、例の魚、市場行ったら、マグロじゃ、ブルジャーとか大きな魚がゴロゴロ転がって、それが焼いてあるような感じですね。人間の体がもう、足が火膨れで大きくなってね、それがゴロゴロゴロ転がったんです、足が。結局、あの、橋の上は涼しいから、みんなそこへ来ちゃう。じゃ中には欄干に座ってる人もあるし、もう水くれ、水くれで。だから私はもう気の毒だから、ほじゃ水あげよう思って、その橋のたまたまあったバケツ、水があったからあげよう思ったら、そこへ警防団の人が立って、あげちゃいけんのじゃ、あげたらすぐ死んでしまうんじゃ、言ってね、叱られまして。だからごめんね、で、合唱して四五人が、その足の不満のない、その死体の間、死体でまだ生きてらっしゃるわけ。その間を通って、橋を渡りました。渡ったら、もうその前ですが、今まで電車で来て、街並みがあったのが一つもないんだ。文房具屋も魚屋も八百屋も。で、住吉橋を渡って、歩く先も、もう道路が、電話線のケーブル、電柱が倒れ、もちろん、あの、線だけぶら下がったわけね。ほいで、河原おじ、ちょっと見たら、敷地の中へ骨だけ転がっとるし、身がついて残っとるような死体もゴロゴロしてる。その間、まあ、どうしたのかやな。
まあどこまで行ってもじゃないで、まあ明治橋行ったら違うじゃん、また橋、やっぱし明治橋も一緒、橋が風が吹いて涼しいからそこへみんな寄って座ってらっしゃるわけね。そして川をパッと見たら死体が浮いて流れてる。もう川がもう死体でいっぱいなんで、それがこう首だけしか見えんのもあるし、横に浮いてるのもあるし、それがもうとにかく何とも言えない情景ですね。そしてそこも同じようにその足場の踏みもない、あの人間の体の間を男も女も分かりません。もうすっぱだかになってらっしゃるわけ、みんなね。それがあの赤黒く焦げたようになって、その間をごめんなさいごめんなさい言うて通って、ほいで高野橋まで行きました。高野橋だら今商店街がありますね。あの角にね、あの橋じゃないです、あれは町で電車の停留所がありまして、そこへ模型飛行機屋がありましてね、そこへあのおばさんがいらっしゃいました。私も今日帰りし、もし何だったら途中寄って模型飛行機の材料を買うて帰ろう思いやったわけ、まあ、そこも一つも何にもないんです。おばちゃんはどうしちゃっただろうかな、一瞬思いました。そして南あの電車道を渡って、あの広台の横の方ずっと通って七山橋まで行ったんです。そしたらここへ僕らおとつい来とったのかな思ってね、この絵の家を見えたんじゃから思ってパッと見たら、あの友達の一人が、お母さんも今日は町内であの動員がかかって来てるんじゃ、町中一人に一軒ずつ、あの一軒に一人ずつ言うんで、お母さんもこの状態じゃダメじゃろうな言うてね、がっくり肩を落として、私も知ってるからね、お母さんを、うん、私もジーンと来ました。もしはよ帰ってみよう家を言うてね、石山の上へ登りましてね、ほんで、いや石山の御弁殿の入り口の交番ですね、あそこへたどり着きまして、そこへ登ろう思ったら親子がおりました。お母さんが火膨れになって、こう前あの赤ん坊4つぐらいかな、手をつないで、これもまん丸になってるんですよ。水ないお兄さん言うて、何にもないよ悪いねって合唱して素通りしました。その時に一瞬地獄極楽、私あの細い時におばあちゃんにね、近所のお寺へ、お前は僕はさ4つか5つぐらいかな、悪いことしたら舌を抜かれるんじゃけえの、これ地獄極楽の絵じゃけえで見たことがあるんですよ。今ここに本がありますけどね、その本の通りでね、お腹パンパンで火膨れでだらーと手を下げて、まあほんと昔おばあちゃんが見せてくれた地獄そのものが現実なわけですよ。だからね、私はほんま震えました。私は何も悪いことしないのに、どうしてこういう地獄を見ないけんのかもって、ほんまびっくりしました。そしてもう友達と二人で石山を渡って段原入りましたら、それまで瓦礫の山だったんが、今度瓦があるじゃないですか、ああ家があったーで懐かしい思うて、そこへ入ったところが、まあ道路は瓦の山、家の中は天井がすっぽ抜け、もうガタガタなんですよ。ただ家が残ってるだけ。でそれを歩いて友達と別れまして、私は大正橋のあの昔警察がありました、あそこまで行って、それから大正橋を渡って、あの東あのあそこの後頃踏切でね、広島駅から最初の今東区民センターのちょうどね西の方へちょっとあるかな、そこへ出まして、それから西旗子町を通って私の東旗子三丁目帰りました。それが西旗子へ入ったら、あれおかしいなって、家が全部残ってる、西
30度ぐらい傾いて、いや、軒並みが全部いいような光景にびっくりしましてね、人は誰もおらん。もう5時6時頃でしたからね、もうみんな逃げた後でね、全然おらん。だから死の町と言いましょうか、もうゾッとしましたね。7日8日頃からでしたかね、一緒にいるおばさんがね、私の娘を探してくれと言うんで、父親と一緒にまず私の家がどうなってるか、あたこ町の家に行きました。そうするときれいに焼けてました。まあよくもよくもあんなに焼けたもんかようにね。それで父親はタンスの材料が全部炭になったの、クスじゃタラじゃモミじゃいうね、ものすごい積んどったんがね、それと職人さんの道具を預かってた、カンナやらノミやらノコね、その生えた箱がこう薄高く溜まっとったのが全部焼けて、もうかわいそうなことしたなこれ言うてね、いうことだって。ほでそれからほじゃあ親戚の娘さんを探しに行こうか言うて、あれは陸軍病院じゃったな言うてね。ほで陸軍病院行ったら爆心地付近ですよ。それまで私ら爆心地いうのは全然知りませんでした。それで駅行って電車道をずーっと歩いて、ずーっと西へ向かいました。そして綾橋のたもとから曲がって陸軍病院跡を探しましたところが何にもない。ほでそこへ描写だけ残っておりました。ほでひょっと見たらベッドがあって、白骨化したものがそのまま、ベッド数は何本ぐらいかな、20ぐらいあったかな、それ全部白骨が乗ってるんだよ。ああこれらよう逃げなかったけ焼けちゃったんだろう、かわいそうだな言うて、父親と一緒に見て、ほで娘さんのこれじゃあ何もないわ、こりゃひょっとしたら死んだかもしれんぞ言うて、言うてその日は諦めて帰りました。ほで中山へ帰っておさんに言ったら泣き崩れてもおりました。ひょっとしたら好きな翔子さんがおっちゃったけ、それと一緒に二の島の方行っとるんかもしれんけ、わしは行ってみる言うて二の島の方へね行くって言われました。ほで私はその勤務場所へ行って、これじゃ全然追ってないわ、周りに何もないんじゃけど、いう人影いうもんがね、だからおそらくダメだよ、ダメじゃろうと思ってました。ほいで後から聞けば爆心地がその付近じゃいうから、もう二度びっくりでした。被爆当日を思い出して、こういう残酷なことはもう私らだけでいいと、皆さんどうか世界平和のため、この地球がね明るく楽しくなるような素晴らしい音楽が聴けたり歌える世界になるように祈ってやみません。どうぞ皆さん大事にしてください。